い、あの子連れて帰ろう。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで、私ね、結構動画外で材料を集めて、もうね、この硬い木材と柔らかい木材、あと木材、これをね、30個ずつ集めたけん、鉄鉱石だけなんやけど、もうね、この島中の岩を叩いて、この島中の岩を叩いて9個しか出てこんかったよね。だいぶ、あと21個いるってことやろ。つら。あ、で、このもう素朴な DIY 作業台は、斧がしょっちゅう壊れるけん、持ち歩くことにしたよ、私は。持ち歩くことにしたよ。ってことで、ま、この島中の叩いてもそんだけしかなかったけんさ、ちょっと私は、その旅行券を使って別の無人島に行ってみようかなと思います。え、どこやっけ？飛行場はどこでしたかしら？あ、ここや。よし。行くか。道道エアポート？おー。え、かわいい。見てこれ。あの、多分さ、なんていうん？始まった時、オープニングの時にあったポスターや、これ。ん？これカートか何か？あ、ここで買い物ができるってことかな？あ、待って、ちょっと。たぬきマイレージが。多分道具街での活動中に出たやつかな。森のウッドカッター。イェーイ。はい、肩書き、アグレッシブなアタッカー。たぬきマイレージ500ゲット。やったね。で、まだある？なんか。いや、もうないか。あ、ある。島の景観強化キャンペーン。島の景観を魅力的にするためには家具でのデコレーションは欠かせないんだもん。たくさん飾って協力してくれた人にお礼のマイルを進呈するだろもん。なんかしたっけ？なんかした？肩書きアウトドア派のデコリスト、たぬきマイル300ゲット。浜辺とかに色々置いとるやつかな。ってことは結構前に出てたんか、これ。あれ？なんか、まだ。あ、なんか上。ちょい待って。たぬきマイレージプラス。マイルゲット、石の上にも3年、毎日コツコツキャンペーン。やったー。え、100×2? 200ってこと？やったー、ゲット。嬉しい。なんか新しいの増えたよ。てか、なくなるんやね。草むしりで島をきれいに雑草買い取りキャンペーン。なるほど。頑張っていこう。さあ、ってことで、あ、ここで便箋が買えるんやね。どうも。モーリー、世界につながる空の玄関口、アユナ飛行場へウェルカム。あ、私は、お客様の笑顔を運ぶ最上級の安心の翼、ドードーエアラインズの地上職員、モーリーです。どうぞよろしく。お友達の島へツアーに遊びに行ったり、この島へお友達を招待するときは、当飛行場をご利用くださいませ。それから当飛行場では、郵便のサービスもご利用いただきます。手紙をお出しになりたいときは、お客様から向かって右側にあります、カードスタンドでカードをお選びください。ところでお客様は、アユナ様ですよね。なーに、こんな小さな島ですから、住民の皆さんの顔と名前を覚えるぐらいは、朝飯前ですとも。アユナ様宛てに、たぬき社長より、マイル旅行券をお預かりしております。マイル旅行券を利用されたいときは、一言お出かけしたいとお申し付けくださいませ。ということで、アユナ様、早速利用されますか？されます。ラジャーです。ちなみに現在、アユナ様へのマイル旅行券をお預かりしますので、こちらもお使いいただけますよ。どういうこと？では、どちらへ行かれますか？マイル旅行券を使う。マイル旅行券を使ってご旅行されるんですね。ラジャーです。では今回はタヌキチさんからお預かりしているチケットをこのまま頂戴いたします。早速出発していただこうと思いますが、心と道具の準備はよろしいでしょうか？出発。はい。受けたまりました。これ一応作業台持っていけるけど、向こうでも使えるんかな？使えんかったらちょっと途中で斧壊れそう。キャプテン、ん？キャプテンロドリー、キャプテンロドリー、フライトよろしくどうぞ、コピー。ラジャー、いつでも OK だ。何最後のコピーって。では良いフライトを。グッドラック。かっけえな。ドードーエアラインズってことこれ。DAL。すごい羽ばたきよる。さあ、到着しました。今回のターゲットはこの島です。毎回毎回行き先違うって言ったよね。楽しみ。アイナ様はこのツアーのご参加は初めてだと思いますので、軽くご説明しておきますが、この島で見つけた材料や生き物は自由にお持ち帰りいただいて構いません。道具を持ってくるのを忘れたり、壊れてしまっても大丈夫。マイルと交換でお求めいただきます。
マイルを取られるのか。ただし一つだけお気をつけいただきたいんですが、この島に何か置いて帰ってしまった場合、二度と取りに戻ってくることはできません。くれぐれも大事なものを地面に置き忘れたりされないよう、持ち物の管理にはお気をつけくださいね。フリア。と、まあ、ざっとこんなところでしょうか。私はここで待機していますから、お帰りの際や道具が必要な場合には、いつでも声をかけてくださいね。グッドラック。かっこいいね。頑張ってき、あ、作業台あるやん。作業台分のスペースちょっと邪魔になってしまったな。てかなんか木が違うんやけど、私の島と。これ何？何が生えてるの？すごい、上の部分だけ。もう一回生えるってことこれ。ねえ、何が取れたん？赤いヒアシンス、ヒアシンス、赤いヒアシンスやって。てかもうちょっと開けてくればよかったな。もう取れるスペースがほぼないんですが。ちょっと待って。ヤシの木とか生えとる。てか岩、あったあった。これか。えい。おー、鉄鉱石、助かる。てか、この島あんまり岩なさげじゃない？そんなことないか？でもこれで、2、3、4、5個はゲットできたわけやね。うんうん。じゃあ、なんかおった。かわいい、あの子連れて帰ろう。なんか、誘拐するみたいやけど。あ、ちょっと待って、これはいらない。雑草やろ？雑草、袋に入れた状態で置いたんやけど。岩、岩。あ、もしかしてさ、こういう無人島でも、あれかな。なんていうん？レター、瓶が流れ着いとったりとかするんかな？焚き火しよりやん。なんか焚き火しよんやけど、かわいい。あれ、何ちゃんやっけ？なんか、名前忘れたけど、でもかわいい子。かわいい子。ちょっとうちの島に連れて帰りたいわ。これで鉄鉱石3個。ってことはまあ8個ゲットしたわけやね。あ、まあ、でもうちの島に比べたらだいぶ集めれとる感じかな。じゃあちょっと向こう側に渡ろう。なんかああいう感じでキャンプしよったりとかするんやね。キャンプって言えるんかどうかわからんけど。これ何？パチンコ。待って、高飛び棒どこ行った？よし。よいしょー。いきなりこんな現れたら怖くない？超怖くない？で、まあ次からは作業台は持ってくる必要なくなったってことは分かったね。どうも。ルーシー。あら、こんにちは。はじめまして。私の名前はルーシーです。あなたも旅行でこの島へ来たんですね。旅先での出会いは大事にしろって母からずっと言われてきたんですよ。あなたの名前も聞いていいですか？アイナさんですね。アイナ島からはるばるこの島まで来たんですか？アイナ島有名なんすか？そんなに遠くの島からわざわざ旅行に来られたなんて、とっても行動力がある方なんですね。私、あなたに憧れちゃいました。もしよかったらこの島に滞在中、仲良くしてくれると嬉しいですよ。なんなら、一緒に来ません？忙しい日々の暮らしから離れて、ゆったり過ごすこの島での時間は、心の選択にもってこいですね。最近私が住んでる島での暮らしもちょっとマンネリ化してきちゃってて、飽きてきたことだったんですよ。うちの島に来てみる？本当にいいんでしょうか？さっきお伺いしたエナ島にまさか誘っていただけるなんて。私、なんだかとっても嬉しいです。まるで夢を見てるみたいな気分ですよ。後から嘘だなんて言わないでくださいね、よ。大丈夫だよ。それならよかったです。早速引っ越しの準備を始めなくちゃ。急に忙しくなりそうです。それで、なるほど。移住の手続きはタヌキツさんという方に連絡するんですか。忘れないうちにやらなきゃですね、よ。その語尾はどうにかならないのかい？なんかね、ラッパーみたいな。よ。あ、でもここ結構鉄鉱石手に入りそうかも。まあ、21は無理かな。今8やろ？ 9、10、11、12。あ、でも思ったよりは手に入るかな。これ上にさ、木の枝めっちゃあるんやけど、でもやっぱ上は上がれないんすよね。あ、上がれないんすよね。ちょ、待って、別方向。あ、他にもなんか行けるとこある？てか、島の地図みたいなのないんかな？じっとしとったら。いや、地図なさげやね。
なさげやね。とりあえずルーシーの勧誘に成功したっていうのは大きいかな。あ、もう上に上がれんけん、これ以上なんもないやん。なるほどね。まあ、この島では21、え、ちょっと待って。どれぐらい手に入ったっけ？あー、なるほど。あと9個。くっそ。くっそ。あ、これ？え、ここやったっけ？ここやったんやっけ？なんかやったような、あ、やったような気がするな。やってるね。やってるね。あとはもうないね。白いヒヤシンスも、ヒヤシンス？なんか私、イントネーションしっかり。あ、待って、いらんものとか置いてったらいいんかな？石、でも石とか使いそうやし、粘土も絶対使いそうやん。でも木材とかは、まあまあ手に入るか。置いていこう。ってことで、白いヒヤシンス、ヒヤシンスも持って帰ろ。あとヤシの実も持って帰りたいんよね、私。白いヒヤシンスをちょっと。え、待って、黄色もあるやん。黄色取ってないよね。ということは、ちょっと硬い木材も置いていって、で黄色いヒヤシンスも集めていこう。あ、でもこれさ、なんか、上の部分だけ取っていきようんやけど、植えれんくない？植えれる？この辺に置くしかないことない？ほら、なんか、パサって置いただけなんやけど。え、そうじゃなくってさ、どうしたらいいんやろ、これ。スコップで掘るとかかな？そんなことができるんだろうか。ちょ、待って、一旦さ、あ、身につけれる、これ。ちょ、待って、身につけてみよう。あ、かわいい。かわいい。なんか、三つともなくなったんやけど、そういう感じ？そういう感じなんですか？なんか他に。お、あ、やっぱり。なるほどね。これで、スコップで掘り起こさんといかんのやんね。なるほど。そういう感じか。ということはだよ。どうしよう。でも置いていけんな。まあ、次からそういう風にしていくってことで、今日はこの、黄色いヒヤシンス1個飾りで持つっていうことにしておこう。さあ、それじゃあ帰りますか。ここはもう、なさそうやし。帰りまーす。どうも。はい。どうされますか？帰りたい。アイラ島に帰るんですね。大事なものの置き忘れはないか、確認はお済みですか？オッケー。あれよね、なんか、なんて言うんやろ。飛び盛りん時みたいにさ、ボックスの中に入れとったら、自然になんか島に送ってくれるみたいなのあればいいのね。ラジャーです。では参りましょう。それがあったら取り放題やのに。島に出発する前には、荷物を、まあ、なるべくなくしていくっていう風にしとこう。どうも、かっこいいね。かっこいいっすね。ほい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。